安藤様お願いいたします。はい、じゃあ始めたいと思います。今日はですね、PHP に、レッドマインを移植したっていう、話をさせていただきたいと思います。で、まず簡単に先にちょっと聞いておきたいんですが、こういらっしゃってる方で、レッドマインを使ったことがある、もしくは使っているという方、手を挙げてください。8割ぐらいですね。はい、ありがとうございます。で、その中で、実はキャンディーケーンも使ったことがあるという方いらっしゃいますか。あ、なるほど、いいですね。じゃあ皆さん、レッドマインをお使いなようなので、それを前提としてお話しさせていただきたいと思います。まず自己紹介ですが、安藤と申します。今日の PHP カンファレンスの実行委員長をしているにもかかわらず、セッションを持っております。で今ですね、スタッフの弁当のがいつ着くのかとかですね、懇親会というか、LT 大会の時に皆さんにビールを配るんですけど、それをどうやって配るのかということが頭の中の8割ぐらいを占めておりまして、残りの2割で今発表している状況になっております。で、このイベントが終わった後ですね、PHP 祭りっていうのがあります。PHP 祭りご存知の方は手を挙げてもらえますか。あ、結構いますね。皆さんこの PHP カンファレンス結構ハードコアなイベントなんですけど、もっとハードコアなのが PHP 祭りです。これはですね、泊まりがけでですね、今年は、福岡県の Ruby コンテンツセンターっていうところを借りるんですが、その会議室に、徹夜でこもってみんなで、ひたすら、何かを作って、で翌日徹夜明けでですね、 LT 大会をするというですね、ものすごい面白いイベントです。でどう面白いかっていうと、 LT 大体 2,3 時間やるんですよ。 LT3 時間ってもうなんかグダグダになっちゃうんじゃないかと思うじゃないですか。徹夜明けだとですね、1本目の LT が大爆笑です。なので福岡とっても楽しい街なんでですね、予定が空いてる方はですね、ぜひこちらの方調べてみていただけると助かります。で、今日キャンディーケーンお使いの方いなかったんで、ないですが、もし身近にですね、キャンディーケーンにプルリクエストを送ったことがあるという方がいらっしゃったらですね、そういった方は T シャツを漏れなくお配りしておりますので、そういうのぜひ歓迎です。でちなみにこれはニューヨークにいるホセっていう方から来たプルリクエストなんですけど、彼がやったのはリードミーのフォーマットを直すで、これで T シャツゲットって言いながらコミットして、ちゃんと T シャツあげました。なのでプルリクエストお待ちしております。はい。で、じゃあまず最初に、概要から話していきたいと思います。概要ですが、キャンディーケーンはですね、レッドマインをケーク PHP に移植したもので、2009年の4月頃から作り始めました。で、結構いろいろ反響もあってですね、特に、国内も国外でもですね、もう仕事で使ってるっていうのを結構、最近耳にするようになりました。で、最初はですね、作り方がね、ちょっとおかしいんですよ。レッドマインの Ruby で書かれたソースコードを、シェルスクリプトを使って、すべて拡張子を .rb から .php に変えて、で、中に PHP の、Ruby のコード書いてあるとエラーになっちゃうので、全部コメントアウトするっていう。それでまず一回コミットしました。で、そこからあとは一行ずつコメントを解除しては、これ PHP に書き直したらこうだよねっていうですね、体当たりの作業で、これでやったら結構あっさり終わるんじゃないかと思ったら全然終わらなくてですね、泊まりがけで2泊3日でやったんですけど、もうみんなグロッキー、10人ぐらいでやったんですけど、で、この時点で、20画面ぐらい動いたんですけど、実は、レッドマイン、今移植しようとしてる範囲だけで140画面とかあってですね、大層なデスマッチでした。で、延べでですね、今40人ぐらいの人が開発に参加していて、これどんどん増えてます。で、一行ずつ変えるっていう、アプローチでやったんで、これレッドマインの画面なんですけど、画面の見た目っていうのは一緒ですよね。だって一行ずつ書き換えてるから、HTML とか、JavaScript とか CSS 一緒なんですよ。なので、大体一緒です。で、ただ、変えてるところもありまして、何を変えてるかというと、やっぱり PHP であるからには簡単に使いたいということで、まずインストーラーを作りました。で、これは、ワードプレスのインストーラーをインスパイアした感じなんですけども、実際に動画になってます。ダウンロードしてきたですね、ファイル一式を展開したものをですね、PHP が動いている場所、ロリポップとか、桜インターネットとか、何でもいいので、PHP が動いている場所に置いてください。で、それでアクセスすると、このインストーラーの画面が出てきます。で、ファイルのパーミッションだけちょっと変えなきゃいけないところがありますので、そこだけは、変えてもらって、で、あとは、クリックしていくと、ユーザー名、パスワード、データベースの設定ですね。これ入れるところが出てきますので、これを入れて、で、設定ファイルが作られて、データベースも作られても、これでログインできるようになってます。
で一応自己ベストは45秒なんですけど、ファイル名を変えるとかね、そこら辺もう少し練習すれば30秒切れるんじゃないかって思っていてですね、かなり高速でインストールできます。でいらなくなったらフォルダーごと消してください。でデータベースもまあ消せばサクッと消えるので、別にルート権限とかなくてもガンガン入れられます。でさらにですね、プラグインシステムもかなりレッドマインとは変えてまして、プラグインをですねウェブからクリックしてインストールできるようになってます。であとはまあレッドマインから引き継いでる機能として、まあこうタスクのステータスとかこういったものも全部カスタマイズすることができます。でこれ実際に、プラグイン入れてるところですが、プラグイン入れるにはですね、管理者ユーザーで、ログインするとですね、プラグインというページがあります。でそこからですね、入れたいのを選ぶだけ。でここで今入れようとしているのはニャーンダウンチャートっていうですね、バーンダウンチャートじゃなくてニャーンダウンチャートっていうのがあってですね、まあ、これインストールするとメニュー画面からクリックするとニャンキャットが出るというプラグインで、さらに、これはただのページですけど、プロジェクトのタブの下に行くとですね、これはニャーンダウンチャートじゃないですよ。ニャーンダウンチャートはこっちです。持ってるチケットの数だけ猫が出るでこれをネタで公開したら意外と受けてですね、結構ブックマーク稼がれててですね、これでも何言いたいかっていうと、まあ、ニャンダウンチャートはネタなんですけど、なんか独自のチャート出したい、円グラフ出したいとか棒グラフ出したいとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうのは皆さんお好きな JavaScript とかフラッシュ埋め込むとか何でもいいので、データではもう取れているので、まあ、好きなように出してもらえればと思ってます。まあ、なのでその理由もあってレッドマインに最初から内蔵されているガントチャート、レッドマインに入ってるガントチャートって僕は全然満足してなくて、ガントチャートに出るようにデータ入れるのすごい大変な割に、出たガントチャートをなんか結局エクセルに移す作業とかが発生してあんまり生産的じゃないので、誰かかっこいいガントチャートのプラグインを作ってください。一応一人スペインの人がですね作るって言ってですね音信不通になったので、誰か作ってるくれるのを待っております。ちなみに jQuery のプラグインでガントチャート出すやつがあるんで、多分それ組み込めば半日ぐらいでできるんじゃないかなと思います。でちょっとプラグインの紹介です。まあ、今紹介したニャンダウンチャートはニャンキャットプラグインになったりとか、あといいねボタンつけるってやつですね。普通の Facebook のいいねつけるとウォールに流れちゃうから困るって話で、内側につけるためにキャンディーケン自身にいいねの機能をつけるプラグインとか、あとこれは大阪のレッドマイン勉強会に行った時に天気予報がここに出るとみんなダッシュボードをよく開くようになっていいっていう話があって、へーと思って LT 聞きながらパクって作ったやつです。20分で作りました。でただこれ重大な問題がありました。それはハードコードされてるんですよ、地域コードが。大阪の天気しか出ないプラグインだったんですが、これ最近プルリクエストで直してくれた人がいて、今は全国の天気を設定メニューからドロップダウンで選択できるようになりました。あとはナメコが流行ってた時期に無限森吉プラグインとか、あとコンプガチャが流行ってるらしいのでコンプガチャができるプラグインとか思いつくといろいろ作ってます。でさ、ちょっとねいい加減ネタプラグインばっかりはどうかと思いまして、最近ちょっと一つ実用的なやつを作りました。でそれがこの Facebook プラグインで、これ入れるとですねログイン画面のところに、Facebook のサインのボタンが出てきて、これでクリックするとそのままログインできます。でさらに、これで作るとですね、プロジェクトと、Facebook グループを紐付けできるようになるんですが、チケットを更新すると対応する Facebook グループの方に飛びます。ウォールに飛ぶと困るじゃないですか。ウォールに飛ぶとみんなに見えちゃうんですけど、 Facebook グループを多分皆さんなんか会社のプロジェクトチームとかで作ったりとか、あともうまさにこの PHP カンファレンスの運営っていうのも今全部メーリングリストも使ってなくて全部 Facebook グループでやってるんですね。そういうところに、チケットの更新を流したいときだけ流せます。チェックボックスで、ウォールに投稿するかしないかって選べるんですけど、でしかもこれ副作用ですごいいい効果がありまして、メールと違ってこのウォールの投稿って Facebook グループにすると誰が見たっていうのが残るんですね。だから誰がこのチケットの更新を見たかどうかっていうのが判別できてとっても便利です。でこれはまあプラグインになってるのでインストールしてもらってもいいんですけど、この fbcandyk.jp っていうサイトにしまして、サイバードさんとかがやってる Facebook アップアワードに今これ応募してて、実装されている機能の数だけでいったら絶対他のアプリに負けないと思うんですよ。何せ140画面あるんでね。まあでもそうは言っても他に来てるのってもっとなんか子供の写真をスマホでみたいな、そういうのにこれが殴り込んで果たしてどうなるのかちょっと分かんないんですけど、もしも何かの賞に引っかかったらあれかって思ってください。で他にもですね最近できた機能で、テーマ機能っていうのがあって、デザインを変更できます。
でこれはレッドマインにもあるんですけど、レッドマインのテーマ機能は CSS しか切り替えられなかったんですが、キャンディーケンのテーマ機能は特定のビューテンプレートだけを個別に差し替えることができます。なので、例えばこれアイコンが出るようにするとか、あとは実際にこの1個前のこれトップページを普通のレッドマインのトップページにするとサービスとしてかっこ悪いので、テーマ機能を使ってトップページをこの説明ページで潰してるんですね。なのでなんか顧客向けのシステムとかで使うときにこの画面のレイアウトを大きく変えたいとかそういうときあると思うんですけど、そういうときはビューテンプレートだけテーマ機能を使って差し替えるとですね、簡単に個別の画面にすることができます。あとは、これは、大阪のスライウォーカーさんという方が作ってくれたんですが、前はですね、センドメールを使って、ローカルメール送信しかできなかったんですけど、CakePHP2 の機能を使ってですね、SMTP にも対応したので、外部のメールサーバーを使ってメールも送れるようになりました。まあ、でも最近メール使ってないっていう個人的な思いはあります。Facebook のウォール投稿の方が全然便利なんで。でそんな、まあ、プラグインなんですけども、この辺の話を日本でするのはあんまり機会がなかったんですが、プラグインの作り方、拡張の話、コードの話をちょっとしたいと思います。まあ、まずですね、拡張の仕方なんですが、これ CakePHP2 のから入った機能でイベントシステムっていう機能があります。これを使ってですね、特定の処理に特定の処理を追加するということができます。でこれは何の例かというと、これ絵文字プラグインっていうですね、いないけどハルトさんという人が作ってくれたんですが、これってもともとはテクスタイルっていう技法が使えます。例えば米印で囲うとこうやって太文字になるんですね。で、まあ、テクスタイルっていう技法自体は今随分廃れちゃってあんま使ってないんですけど、でただそれだけじゃなくて、これコロンスマイルってやるとスマイルマークが出るっていう、これ GitHub と同じ絵文字なんです。でこの GitHub と同じ絵文字を使えるようにしたいっていうので、この GitHub の絵文字が出てきたら画像に変換するっていう関数を、この画像テキストをこう HTML にするところに追加するっていう、そういうのが書けるんですね。でその書き方がこれなんですが、左側が、テクスタイルっていうクラスで変換してますね。左側の8行目でテクスタイルクラスっていう、これ外部のライブラリーですが、これを使って変換して、で最後21行目で HTML になったものをリターンしてるんですけど、ここに足したいときはですね、プラグインの中には必ず init ファイルっていう PHP ファイルを置くんですが、そこから、このイベントマネージャーのアタッチというのを使うと、特定の関数を、最後に実行してから流れを終えるっていうふうに処理を足すことができます。でこれを使って、テクスタイルの変換をした後にさらに絵文字の変換をして返すっていうふうになっています。でこっち側はですね、このイベントマネージャーっていうのは CakePHP のライブラリーになってるんですけど、まあ、実はプラグインの中には素の PHP が書けます。まあ、頑張りゃ他のフレームワークを使うとかっていうのもできるので、このプラグインを起点として、キャンディーケーンを好きなようにいじると大変おもちゃとして面白くてですね、おもちゃとして使った結果がコンプガチャプラグインとか、まあ、そういうプラグインなんですね。であとは、ビューの差し込みもできます。画面の特定の位置に何かボタンを足したいとかリンクを足したいとか、これさっきの天気予報プラグインで使ったやつですね。あれもできまして、これはどうやるかっていうと、これはですねビューテンプレートが細かく分かれてるんですけども、ビューテンプレートのファイル名を指定して、そのテンプレートの前か後ろかっていうのをフラグで選びます。でそしたらそこに好きなテンプレートをインクルード追加でインクルードするっていうのができて、まあ、こんな風に素の PHP でどういうのを表示したいっていうのを書いておけばいいんですね。でこの追加のテンプレートの中では元のテンプレートの中にある変数は全部使えますので、例えばチケットの情報が表示されているページだったらチケットの情報は全部使えるはずです。あとは、メニューの追加、まあ、さっきのニャンダウンチャートとかが実際の活用例になりますが、なんか特定の機能みたいなものを足したと、なんかチャートを足したりしたときに、やっぱりタブからリンクできるようになってないと使いづらいじゃないですか。で、リンクを足すときは、これもですね、メニューコンテナーっていうのがありまして、メニューのリンク先何にするかとか、文字何にするかとか、CSS のクラス何にするかっていうのを設定すれば、リンクを足すことができます。まあ、で結構本当に柔軟な仕組みになっていて、僕の中ではなんかエイプリルなんかもうネタフレームワークなんですよね。キャンディーケーン自体が一つのフレームワークみたいになってて、コンプガチャのやつはですね、あれ確か大阪の PHP カンファレンスの前夜祭の飲み会があったんですけども、翌日の LT のネタまだ作ってないなと思って、飲み会で無限もやしっていうですね、なんか大阪の PHP の人たちがよく行く居酒屋でおかわり自由のもやしっていうのがあるんですね。無限もやしだったんでググってもらったら出るんですけど、それをつまみながら作ったとか。
で何がいいって結局10行20行のコード書いただけで、あのレッドマインみたいなアプリケーションの中に機能が追加されるので結構動きが派手なんですね。でなおかつ、いろんなことができるので、まあ、業務に合わせるってこともできるし、ネタを実装することもできます。でこれあのこれ割と最近作られたものなんですけども、これはチケットに書かれた文字を全部ギャル文字に変換するプラグインマジかって話なんですけど、でもこれ何かっていうと、あのプキプキの記号が使いたいとか、マークダウンが使いたいとか、なんかあの特定のリンクがあったら差し替えたいとか、あの画像へのリンク先があったら画像埋め込みにしたいとか、いろいろやりたいことあると思うんですよ。そういうのは PHP の関数1個書いてプラグインで放り込めばすぐできるので、まあそういうのを使って遊んでいただくとですね、まあ楽しめるんじゃないかなと思います。ということで、僕の発表の以上です。サイトの方で、ソースコード等ダウンロードできますので、まあ、キャンディーケーン、レッドマインとかでググってみてください。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ご質問などある方は、遠慮なく。